まずい。ハッサンの隠れ家は白い二階建ての家屋だ。ビクター閣員スタンバイ。トレス、ドス、ウノ、開始だ。イエー、クリア、移動しろ。民間人はもういない。カルテルが乗っ取った。今や奴らの隠れ家さ。ハッサンをかくまうにはいい場所だ。進め。ビクター閣員は避難しろ。スーは移動する。始末した。進め。プレパラード。カルテルは奴を移動させるだ。ならもっとも知らないとは。ロアにつけ。出入り口、右手だ。いい腕だ、アミゴ。ハッサンの姿はない。クリア。ここの家族に何が。カルテルの暴力を避け、彼らは去った。ドアを頼む、移動するぞ。待機しろ。ビクター2、こちらワンワン。スモークを使え。俺たちは外に出る。了解、スモークを展開。アレハンドロ、お前の家族は。それは秘密にしている。守るために。これで見えない。行くぞ。後に続け。アッサンがいた場所だ。反撃があるだろう。全チームへ包囲完了だ。侵入に備えろ。行け行け。クリア。ハッサンはいない。2階だ。ああ行くぞ。上でハッサンを捕まえよう。ハッサンがいるならこの部屋だ。進め。部屋を確保しろ。俺が援護する。クリア。ハッサンはいない。ビクター学院へ。家屋を確保。ハッサンはいない。了解。よそへ移したな。いつ。最近だ。クドス部隊の旗がある。奴はここにいた。アレハンドロの情報は確かだ。司令官、軍隊が来るぞ。あ、クソ。どうした。軍隊だ。俺たちの援軍か。シンガー、ゼロスリー、すぐに引き返せ。了解した。どうする。部下を守る。彼らの引くまで待つ。まさかメキシコ軍と戦えっていうのか。この部隊はカルテルに雇われてるようだ。カルテルがハッサンを守るのを手助けしている。撃ち方やめ。俺の部下が退避するまでここに立てこもるぞ。車両が複数、兵員輸送車だ。横断しよう。撃つな。奴らを引きつけるんだ。斜面を降りろ。山で奴らを巻くんだ。お互いある程度の距離を取れ。
昔のルートか。軍が追ってくる。逃れ軍、身を隠せ。陰に隠れて応戦しろ。どこを撃たれた。背中のプレートだ。問題ない。サンチェスがやられた。交戦する。終わったか。ひとまずな。さあ移動だ。行くぞ。この道を知ってるのか。ああ。だがそら軍も同じだ。軍隊を阻止するのは無理だ。脱出しないとな。ロドリゲス、脱出の手配を。コンタクト。総員へ。ここで止まって身を隠せ。はい。制圧射撃をしてから前進だ。いざ攻撃開始。電を使え。それでビクターワンダ、ゴールリバープリッジに緊急回収を要請する。了解か。終わったか。歓声聞こえるか。ひとまずな。奴らはまだいる。さあ行くぞ。ロドルフォから連絡は。いや、通信が途絶えてる。とにかく進もう。こっちだ。こちらまで通信が通らない。仲間は呼び出せたのか。そう願おう。弾が足りない。弾なら持ってる。だけど撃てた。攻撃する。倒れた。全員怪我は。いや、大丈夫だ。了解。俺に続け。飛び移るしかない。届くと思うか。やるか死ぬかだ。そったらどもが近づいてきてる。どっちへ行く。アレハンドロ、ソープは前進しろ。ロドリゲス、無線の呼びかけを続けろ。登りはスナイパーを見張れ。あの岩棚を使え。山を登る道があるはずだ。ロドリゲス、応答はあったか。見つけた。静かに。聞こえるか。ヘリが来る。ああ、射撃位置につけ。ガスの不意をつく。橋はどっちだ。正面だ。ヘリの向こう側にある。開始。斜面を上がれ。橋までもうすぐだ。奴らはスナイパーを配置しているだろう。頭上にも気をつけろ。軍曹、斜面を上がれ。移動するぞ。橋はあそこだ。回収機がいないぞ。無線は通じていなかったんだ。ちくしょう。向こうに着いたら無線で連絡すればいい。こっちだ。この崖は危険だ。道を知ってるのか。授業をサボってはここで遊んでたからな。カルテルが来るまではだろう。その通り。麻薬組織のせいで済みたい。待て待て、逃げろ。スナイパーだ。今のは神業だ。
生きてる。川を下って橋まで移動する。岩で車線を切れ。総員へ、こちらビクター01、応答。ガドー1、聞こえるか。繰り返す、聞こえるか。無線が何か受信。岩に身を隠せ。なんと増援が来るぞ。ないぞ。この先で浅くなる。橋の上に車両がいる。あれは味方じゃない。クソ軍隊だ。身を隠せ。ここで守りを固めて回収を待つ。あの装甲車には歯が立たない。司令官だ。俺たちの味方だよ。シャドウ1、グラボ07だ。おかえり。総員、敵の動きは見当たらない。クリアだ。お前らが無事でよかった。そっちもね。こっちだ。ブレイブス、脱出用の車を発見した。了解した。通知する。ハッサンを発見した。そこから2キロ北にいる。そこはラスアルマスの牙城だ。奴らの屋敷がある。全員乗れ。行こうぜ。運転は俺が。ハッサンを捕らえるなら空から支援しようか。奴に引導を渡してやろうぜ。了解。直接ターゲットに向かう。シャドウ1アウト。ローダーは相談を開始しろ。はい、司令官。ナーブ、目的地をあの施設に。ラジャー。ファイヤーオフィサーはいつでも攻撃できるようにしておけ。了解です。パイロット、位置に着いたらターゲットの周りを旋回だ。イエスソー。カム、将軍につなげ。ラジャー、退避を。シェパード将軍です。ゴールドイーグル指揮官、こちらシャドウ1、応答。聞こえるぞ、シャドウ1、どうぞ。我々の航空支援により全員脱出しました。それがお前の仕事だ。他に収穫は。ハッサンを見つけました。現在ターゲットに接近中。縛り上げて尋問してやりますよ。その意気だ。ハッサンを無事捕らえたら報告するように。ラジャーアウト。シャドウ全体よく聞け。地上にいる部隊、メキシコ特殊作戦軍とワン・フォー・ワンはお前たちの同志だ。仲間として扱え。じゃあ任務開始だ。了解。よし。ガースト、こちらはシャドウ1、建物の上空を旋回して待機中だ。シャドウ1へ、ブラボー07だ。赤外線レーザーで位置を示す。オーバー。ラジャー07。どうやってハッサンを探す。武装した護衛が一緒にいる。カルテルの保護下にあるんだ。せめて場所が分かる。グレイブスは航空支援で援護。俺たちは家屋を掃討する。了解。注意マークしろ。シャドウ1、こっちは屋敷の東にいる。位置をマークする。
了解した。ゼロセブン、マークを確認した。シャドウワンへ通知する。ハッサンは武装兵と移動している。外部を見張ってくれ。俺たちは屋内を掃討する。了解か。ゼロセブン、武装兵だな。了解。そちらのために安全を確保する。待機しろ。了解した。旧社の南に不審者2人。武器はなし。スキャンを続けろ。民間人がいるぞ。シャドウワン、旧社からトラックが西に向かった。了解。 TB、 車両の追跡を。トラックは美穂走路を南西に向かった。前方に不審者だ。あれも農夫のようだな。武装してるか。いや、武装兵じゃないな。了解。捜査を続けろ。今トラックが停車した。シャドウワン、北西の温室にターゲットあり。レーザーを当てる。 TB、サーマルに切り替えてターゲットエリアを確認しろ。 TB、 あの集団にズームしろ。ハッサンを特定するんだ。ゼロセブン、ターゲットの姿はない。どうする。軍の車両隊が近づいてる。突入すれば奴はビビって動けなくなるはずだ。グレイブス、外の兵士を攻撃しろ。その後俺たちが突入する。ゼロセブン、了解。頭を低くしておけ。シャドウを確認。武装した者だけを攻撃しろ。建物は撃つなよ。直撃。発射した。気をつけろ。そこには民間人もいる。効果あり。他に人の気配はあるか。いや、誰もいない。ゼロセブン、ターゲットは全て倒した。オーバー。シャドウワン、了解だ。まず急所を掃討するぞ。レーザーを当てる。ターゲットが見えた。ゼロセブン、確認した。前進しろ。シャドウワン、これより突入する。ターゲットが逃げ出したら知らせろ。了解した。ソープ、右側に位置しろ。オッケー。
展開しろ。クリアだ。ゴースト、一掃した。そっちの状況は問題ない。防弾チョッキに当たった。支援に感謝するで。ラジャー、ゼロセブン。通知する。屋敷を相当するとして、ゲートが封鎖されてるぞ。了解。開けてくれるよな。開けてやるさ。待機しろ。ドガン。ターゲットに効果ある。ゴースト、位置があるぞ。メッシュ。味方を援護しろ。ゴースト、動いている者はいない。了解。こっちは入り口に向かってる。ラジャー、確認した。通知する。車両隊が3キロにまで迫ったぞ。急いでくれ。了解だ。アレハンドロ、脱出用の車両はあと5分です。ギリギリだな。さっさとやろうぜ。突入する。シャドウワン、発射確認したぞ。やつは2階に上がった。フレックス、やつが2階から出たぞ。北西側だ。ターゲットの可能性あり。やつが発散だ。発砲する。直撃。発散がいた。中庭にあなたがいる。シャドウワン、発散だと特定した。奴を追う。排除しろ。屋内に逃げたぞ。ゼロセブン、了解だ。援護する。ターゲットは屋内に移動した。南西の家屋、2階だ。非常部隊が対処する。援護してやれ。伏せろ。おい、伏せるんだ。お前ら何者だ。メキシコの特殊部隊だ。一緒に来てもらおうか。シャドウマン、ブラボーゼロセブンだ。成功だ。繰り返す。成功した。ターゲット確保。ゼロセブン、了解した。脱出の状況はどうだ。こちらビクターワンワン。脱出まであと2分かかる。了解。全要員へ通知する。車両隊が近づいてきたぞ。了解。シャドウはよく見ていた。アレハンドロ、どうする。ラクラはカルテルと組んでる。攻撃してきたワン。シャドウ、シャドウが。了解。シャドウ各位へ。メキシコが今は敵だと想定しろ。フィービー、車両隊への攻撃を強化する。動く者は一人もいない。全要員へ。ターゲットを殲滅した。脱出を始めろ。シャドウワン、了解だ。向かいが到着した。抵抗勢力がいるから。こっちには航空支援があるんだ。そろっと出せ。シャドウは今と過去帰還する。お前ら計画通り任務に成功したぞ。最高の気分だぜ。カム、将軍を。了解。グレイブス、指揮官だ。結果を言え。捕らえました。現在は基地まで護送しています。急いでくれ。長くは拘束できん。ラジャー、クルーへ。北から町に接近する。安全装置解除。通知する。味方の車両が停止した。非常チームへ。なんで急に止まった。シャドウワン、この先のガソリンスタンドに何かいる。おそらくカルテルだ。これよりマークする。了解。偵察するから移動の準備をしておけ。 TB、 ガソリンスタンドをスクリーンに映せ。味方がガソリンスタンドをマーク。確認を。了解。ナブ、ガソリンスタンドにオーバーレイ ID を。了解。オーバーレイ ID セット。エリア内に不審者が複数。武器を持ってる者を探せ。カルテルの連中をな。武器は見えない。さらに不審者だ。ガソリンスタンドの南側。焦点のようだな。ああ、オーバーレイ ID をセット。敵の気配は？ネガティブ。見たところ異常なし。それじゃ、ショーを始めよう。地上チーム、このエリアに脅威はない。前進可能だ。シャドウワン、了解。移動する。
ロドルフォ、出発だ。シャドウ各員、移動する地上チームを援護しろ。ああ、誰かが道路を横断している。奴は何をしてる。シャドウ1、問題が発生した。道を開けろ。奴を避けて。車両だ。友軍の車両がやられた。交差点で走行不能。脱出しろ。交差点に武装した人員がいる。待ち伏せされたんだ。TV、攻撃開始。仲間を守れ。勝利は味方が移動を始めたようだ。身を隠せ。移動チームへ近接攻撃を行う。可能なら状況を報告しろ。シャドウ1、死傷者なし。ハッサも捕らえた。ゼロセブン、了解だ。バルガス大佐、作戦は。シャドウ1、味方の建物に立てこもれ。了解した。移動する。味方がレストランに入った。サーブ、あの建物にマーカーをセットしろ。撃つな。民間人が戦域から離れようとしている。賢明な判断だな。いいぞ。味方を視認した。レストランの屋上だ。ロドルフォ、ヘリを呼んでくれ。了解です。メインへ。こちらビクター戦は至急回収を頼む。現在地は俺目だ。レストランからビルの屋上だ。東を見ろ。他に何かいる。シャドウは東から RPG を撃たれてる。位置を示す。 RPG 了解。攻撃する。 RPG を捉えた。境界にカルテルがいる。了解。境界だな。 TV、 カルテルと交戦しろ。だが市民がいるから境界は撃つなよ。 RPG ハチェット31が向かってる。5分後だ。総員へ回収兵が到着するぞ。あと5分だ。RPG を持ったやつを倒した。気をつけろ。いい攻撃だ。ロケットだ。車両が侵入してきた。南西だ。ブラボーセブンは、そいつを黙らせるためなら何をやってもいいぞ。ヒルド発見機構チームを倒した。南西に敵の人員あり。全て攻撃して構わん。地対空チームだ。北東を移動している。アレハンドロ、回収はどうなった。
奴らは全戦力を送り込んできてる。俺たちが一日で汚職を一掃してる。俺は2個だ。対空ミサイルを撃破。死ぬなら戦場で引ける。敵にロックされている。対空チームを指示した。校舎の西側だ。ロックされたぞ。敵に狙問題なし。よし、中継開始だ。アラビア語は？知らん。ペルシャ語は？知るか。だろうな。俺がお前らに分かる言葉で話してやろう、この無学な野良犬どもめ。いきなりその態度はないだろう、ハッサン。俺はクドス部隊の将校だ。お前はテロ組織の司令官だろう。お前も同じだろう。標的は何だ、少佐。俺たちの国にミサイルを撃った狙いは？おそらくお前のケツだろう。横兵で口汚い。祖国が攻撃されれば敬意を学ぶだろう。お前はカルテルと手を組んだんだ。このまま消えてもお前を気にかける奴なんか一人もいやしない。俺を拷問にでもかけるつもりか。どこからミサイルを手に入れたんだ。そんなことはどうでもいい。ミサイルの標的を聞け。周りをよく見ろ、ハッサン。獣の餌にしてもいいんだぞ。嫌なら話せ。俺は人質で、これは違法だ。お前は戦時捕虜だ。イランはメキシコと戦争してない。俺は無実だろ。法を破ったのはお前たちとその司令官。お前とコブラに将軍はあらゆる法を。その名を口にするな。将軍を処刑した罪は重いぞ。救える者は神しかいない。そのクソ野郎を永久に拘束するか、
今すぐその場で始末してしまえ。将軍、彼の殺害は戦争につながるし、拘束も違法。今は打つ手がありません。ラズベル、ならば拘束の理由を知らせ。わかりました。待機を。指揮官、手を下しましょう。私だってそうしたいところだ。だがラズベルが正しい。証拠がないなら解放してその後を追え。まさか本気で言ってるのか。そうするほかないんだ。奴の携帯は調べたか。ええ、ヒットした。よし、では奴を連れ戻して解放しろ。行くぞ。ハッサンの携帯をハックしてスペイン沖の基地局を経由していたことが分かった。そこにいる誰かと通話していたようだ。電波はカルベルが密輸の隠れ蓑にしている孵化場から発信されていた。人里離れた水辺にある。違法貨物の輸送に最適だ。弾道ミサイルも。現地に行って確認する必要がある。画像では少なくとも4つの建造物と灯台が見える。中を調べたいが警備は厳重だ。草が長いから装備を変えるのも手だな。ギリスーツですね。その通り。私は脱出用のボートを用意し、そこから監視する。けど一人で行くべきじゃない。危険すぎる。3人でも多すぎる。ジョン、私たちには何の権限もないの。慎重に行動を。これは無許可の偵察だし、記録にも残らない。配置に着いたら連絡する。ハッサンがミサイルを発射する前に見つけないと。ウォッチャー1よりブラボーへ。500メートル沖で位置についた。建物が見える。こっちも狙撃地点に到着。武装したターゲットが2人いる。倒せる者は倒していい。ラジャースタンバイ。イエス。風はなし。200メートル。やります。ブラボー、状況は？ブラボー、聞こえるか？ウォッチャーへ。二人倒した。よくやった。前進して偵察を。移動しているパトロール隊と地上部隊が前方にいる。嘘、スコープを覗け。やり合う相手を確認しよう。